ザワミシはるか、ことね、まほ、私たちはゼロです。はい、ということで今日は30分で覚えてみようシリーズです。イエーイ。何をやるかと言いますと、うん、結構コメント欄でね、聞いたんですけど、プロデュース101ジャパンさんのくんちきたをやりたいと思います。おー、あの日本で話題のプロデュース101ジャパンのコンセプト対決の時の曲なのかな。なるほどなるほど、すごい。あの難しそうな、はい、プロデュース101って言ったらなんか難しそうだね。絶対に難しい、絶対に難しい。しかもメンズってことだから、うん、結構激しいんじゃないかな。確かに、やっていきますか。はい、はい、ということで、せーの、レッツチェコン。それではスタートしていきたいと思います。はい、レッツスタート。まずはグンパウ、グンチキタ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 、6分かかったってことですね。はい、いきます。はい、までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラム、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。以上、チェコでした。バイバーイ。3月29日日曜日、チョコリシャスボリューム2大阪ワンマン開催決定しました。イエーイ。そしてなんと新曲、なんと2曲発表もカバーダンスなど盛りだくさんです。はい、チケットの購入は概要欄からできます。はい、そして大阪ワンマンの詳細についてはこちらの動画を見てください。みんな待ってるよ。バイバーイ。はい、ということで今日の動画も見てくれてありがとうございました。最初はどうなるかと思ったんですけど、無事に覚えられてよかったです。そして明日の動画はチェキ会の風景です。イエーイ。皆さん楽しみに待っててください。それでは明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。